間に、質問をいくつか、考えたんですが、まずその何を質問したいのかっていうのを、読み上げてからどこから答えていただくか決めた方がいいんでしょうか。そうですね。はい。その、ゼーベック効果による発電や、水と油を混ぜた燃料ですとか、これらの、開発は、いつ誰がされたのかという、どうやって開発されたのかっていうストーリーをちょっとお聞きしたいのと、あと、燃える水は CO2 が出るのか出ないのか、一般に比べるとどのぐらい減るのかということと、あと、この間書いておられた、仙台で太陽光に比べて、その萩原さんのプロテクトでの、エネルギー発電を導入すると、利回りが 400% って書かれてたと思うんですけれども、はい、それはどういうことなのかっていうことを解説していただきたいです。で、あと、そのフリーエネルギーっていうふうに言われてると思うんですが、正確に言うと、萩原さんの会社でやられてらっしゃるのは、そのガスを活用して、その温度差を使って発電するということで、燃料を全く使わないわけではないのかなと。まあ、はい。カタログには入れてないんですけども、はい。プロパンガスを使わずに、はい。これちょっと特許の領域なので、はい。成分は言えませんが、はい。空気中にある成分を化学反応させて熱を上げることができるんですよ。へえ、すごい。はい。はい。そうしますと、はい。排出物はゼロ、はい。CO2 もゼロ、はい。24時間365日。はい。で、ガス入れとかも必要ないので、はい。まあ、年に一度定期点検のガスを修理するっていう面でだけで、とも気づきます。ああ、それで、その、発電を24時間し続ける装置が、現実的に導入可能なんですか？もう可能です。はい。スタックギアもできてまして、あと、出荷用の、まあ、海外に出荷する。はい。海外というのはどちらの国に出荷されるんですか？マレーシアになるかもしれないです。マレーシアだと思います。マレーシアの方にも会社の支店というような形で、作られてるということだったと思うんですが。はい。ああ、そうなんですか。はい。それはいつから実現、スタートするんですか？スタートに関しましては、はい、今月の半ばに関係者、要するに直接販売したいという関係者を、はい、呼びまして、資料と、はい、実際稼働を見せます。はい、そこで、住宅メーカーやそういうメガソーラーを取り扱っている、社長様に見ていただきまして、はい、それが、大きければ、良ければ、はい。という形になります。ああ、そうなんですか。その、空気中の何かを、成分を何かすることによって熱を出すっていう方法で発電されたものが太陽光発電に比べて利回りが 400% というふうに書かれてたことにつながるんでしょうか。はい。はい。広い敷地が必要なんですよ。はい。長ヘクタール。はい。で、5メガワットとか10メガワット、かなりの巨大な施設が必要なんですけども。はい。10メガワットあたりでは、はい。500坪だけで作れると。はい。コンパクトにしちゃうので、はい。まず土地の造成費用はかからない。はい。はい。で、ソーラーに比べて導入は約3割から4割に
はい。で、400%っていうコンプがですね、はい。例えば、50アンペアですから、5kW。はい。5kW と想定しまして、はい。毎回20円としまして、はい。はい。で、年間ですと、もう120万が大体ついてるんですよ。はい。販売価格をですね、まあ、500、600万くらいで想定してるんですが、はい。約5年で調節できます。その、5年で。はい。残りの、15年に関しましては、はい。その売電がもう、すべて自分の利益になりますので、はい、そうすると、20年で2000万、はい、になるわけですよ。はい、500万の投資に対して2000万お金が入ってくると、これ、腰20ですから 400% という単純な計算なんですが。ああ、なるほど。今、はい。はい。はい。で、こっちは投資金額の4倍を取れると。はい。いうところに大きなところがありますね。今、日本の電力の買取制度では、太陽光や小水力や、その発電の種類によって買取価格が変わると思うんですけれども、萩原さんのところで作られた電気はどういう価格で買い取られるんですか？我々の発電機ですと、はい。まあ、新しい発電のエネルギーになりますので、はい。いろんな広告バイオですとか、はい。太陽光があるとか、はい。うちのやつですと安定した24時間電力の供給ができるということで、はい。ちょっと安めなんですが、20円から23円の中で。その24時間安定した発電っていうことが不思議なんですが、夜とか昼によって温度差があるじゃないですか。それも踏まえても、アイシャさん、今インタビュー中。マイタキーナーちゃんのうちに遊びに行って。はい、わかりました。行ってらっしゃい。すいません。その24時間発電し続けるっていうことなんですけれども、温度差で発電するとすると、昼と夜と、温度が違ったりするじゃないですか。で、太陽光の場合は昼しか発電できないじゃないですか。その萩原さんでの会社でやられるフリーエネルギーは24時間同じ量をずっと発電し続けるんですか？温度の調整は、はい。機械の方でやりますので、はい。はい。理論上ですね、700度まで上げることができるんですけども、はい。まあ、700度までは必要ないんですね。はい。ですから、まあ、200度から、180度から270度までの間を調整できるマシンがするんですよ。はい。で、200度でやれば夏とか冬とか、冬に対して温度を下げて200度に安定させると。はい。ああ、そうなんですか。はい。ですから、極寒地でも、沖縄でも200度。そうすると、太陽光みたいに夜間の、その、デッド時間みたいのがなく、ずっと、例えが悪いですけど、原発のように24時間発電し続ける、ですか。なるほど。その技術は、萩原さんがご自身で開発されたんですか？私の名前はまだこれは伏せておかなければいけないんですけども、はい。私どもの、まあ、
はい。で、まあ、顔が広い方でですね、はい、科学者と昔から知り合いだったんですよ。はい。で、そこで提携して、はい、やはりクレアンチャーは営業っていうところではやっぱりあんまり、長けていないので、はい、営業をやってくれないかと。はい。であと、まあ、私どもでは工場を自社で作り、はい、あとモジュールのコスターとかそういう、仕入れとかそういうものは私どもに絶対あって、はい、ああ、なるほど。ですから、全くうちは、まあ、作るだけではなく、開発も協力してるっていうのはお考えで。よく自然エネルギーや水素で走る車とか、フリーエネルギーの開発をすると、弾圧されるという、噂なのか、実話なのか、そういう説があると思うんですけれども、そういう弾圧みたいなものはないんですか？ああ、そうなんですか。その、はい。なるほど。の7月半ばには、神奈川県で公式に導入されるということも書かれてたと思うんですけれども、はい、7月の半ばに、神奈川県でフリーエネルギーを導入するということも、Facebook に書かれていたかと思うんですけれども、本当ですか？がありまして、はい、でこれはある県で、はい、サンプルを発表するんですよ。はい、でちょっと県はちょっと出しちゃすぐ誰が、開発だっていう第三者の開発者が終わってしまうので、はい、まず、あ、はい、まあ、まあ、関東エリアという形で発表という形で載せていただければ問題ありません。ああ、そうなんですか。その、発表の試写も、見学も可能って書いてあったかと思うんですけれども、可能。え？何が可能か。その、なんて書いてましたっけ？の機械を入れるところを導入するのを見学なども可能というふうに書いてあったかと思ったんですが、はい、サンプルとしてもう置いてもらう予定なんですよ。ああ、そうなんですか。はい。はい。で、モデルハウスに出てもらえば、そこの会社にお客さんのフィリングしてもらうっていうのも可能になりますので。ああ、なるほど。はい。あと、私もちょっと今年中にちょっと家を建てて、はい。まあ、会社兼事務所にするんですけども、はい。まあ、会社兼住宅にするんですけども、はい。はい。そこで、いつも見れる体制はあります。どこに作られるんですか？新宿に作ろうと思いまして。ああ、そうなんですか。はい。で、キロワットでいけば、一般の電線で売電できるマックスが49メガワットまでなんですよ。はい。ですから、まあ、50メガワットのものを導入しよう。そのご自宅用の導入の機械も5、600万円の費用がかかるんですか？50メガワットですと、はい、2000万かかります。2000万、うん、普通一般家庭ですと55キロワットなんですけど、はい、50キロワットなんですと10倍の発電量なんですよ。はい、はい。まあ、当方は、どうせ買うなら、売電目的で、一番でかいやつを作る目的で、
はい。50キロワットだと送電線をどうしなくてもいいって今おっしゃいましたか。ああ、そうなんですか。それ以上大きくなると、はい、そのメガソーラー用の変電器みたいなものを挟まないといけなくなるっていうことなんですか。はい、なるほど。わかりました。の2年後の電力自由化に向けてこれからどういう動きが出てくると萩原さんは予測されますか。まあ、総務は早押しもバイデンデルに参入するということで、はい、各体がですね、はい、おそらく当然、まあ、大手の電力会社より高く買って、はい、売るの電池を売るのではないかと。高く買って安く売る。はい、要するに弊社のやつと最近言うと20円だ。はい。まあ、第3の、例えば、孫正義社長が買う場合は25円でしたとか。はい。で、売る電力も、同じ電力ですと、東電でしまいますから、はい。売る電力も、安い値段、要するに薄利たらき、近く電気を仕入れ、安く発電機を販売するっていう、そういう環境層が始まるのではないかと。はい。それは孫正義さんのソフトバンクと、あとどんな企業が参入してくるというふうな情報が流れてますか？変な聞き方でごめんなさい。はい。はい。うん、その皆さん、売電をされるときに、売電事業に参入するときに、フリーエネルギーに注目している企業も あるんでしょうか。その話を聞いていると、最初の投資コストが安くて、こう、回収ができるっていうことで、大手電力会社なんかも、こういうノウハウを欲しがるんじゃないだろうかと思うんですが、特にそういう動きはないんですか？技術を教えてほしいとか。ありました。あ、そうですか。はい。特許2億で作れと。はい。いう話もあったんですけども。はい。まあ、大学はもう、やはり、これは将来の、まあ、大きなビジネスなんで。はい。2億円では利用はしたくないと。はい。そういうところで私と、ともと、政権を販売するっていう感じだったわけです。ああ、その孫さんが、2億で買い取るんじゃなくて、のプロテクトさんとの、の協力関係で、その技術を使って安く買って、高く買って安く売るという、そのフリーエネルギー事業に参入してくると。ああ、それはすごい大きなことですね。なんかすごいこと起こるかもしれませんね。ただ一つお話聞いていて、そのネックになってくるのは、その電力の送電網だろうなと思うんですよ。うん、各家庭で5、600万円で、その装置を買ったり、もしくは企業さんなんかが2000万円の投資で買ったとして、それを、孫さんやプロテクトさんが買い取る時の送電網についてはどうなっていくんでしょうか。今のところ所有者が、東京だったら東京電力だったり、各電力会社が送電網を所有してますから、買うにあたってその送電網使用料みたいなのをまた取られたりするのか、新しく送電網を作んなきゃいけないのか。これまだおそらく推測なんですけども、はい、売電が始まったばかりは、はい、おそらくなんですが、携帯電話で言うと、NTT ドコモが全域に回線がありますよね。はい。第三者、まあ、KDDI とか、はい、ソフトバンクを使って変換して途中の NTT
はい。それと同じ形で、送電線の一部を送電でお借りして、はい。買い取るとか、そういうふうになってますね。ああ、そうなんですか。はい。うん、から電線を、まあ、そこが発生しても大変なことになるので。はい。はい。わかりました。ちょっとそれの、政府の側や電力会社の意見も、私も調べてみたいと思います。そうですね。はい。はい。あと、経済産業省の認可を得てるということを先ほどおっしゃいましたが、認可制度っていうのは、具体的に不勉強で申し訳ないんですが、どういうことですか？さっき言われていたのが、商品について、フリーエネルギーの、空気中の何かを、熱くして、温度差を作って、発電する、24時間安定して発電できる装置が、経済産業省の認可を得てるというふうなことをコメントしていただいたんじゃないかと思うんですが。はい、それは商品について、技術について、認可するっていう制度があるんですか？そうですね。要するに、技術っていうことについても、商品に対して、認可されてますので、はい。そういうところも認可されてますね。あ、商品として、商品化して日本の市場で売るときに、経済産業省に、一応許可を得ないといけないという法律があるんですか？不勉強で申し訳ないんですけど。これは今、バイデン の、 企業さんとしての認可っていうことなんですか？バイデンに対しての商品での認可です。ああ、そうなんですか。はい。それは経済産業省のホームページにも出てるのかしら？項目に行けばいろんな項目があるんですが、その他っていう項目になりますね。その他。はい。その他っていうところも、そういうフリーエネルギーっていう項目がないんですよ。はい。ですから、その他っていうところでの、はい。ああ、そうなんですか。ちょっと調べてみたいと思います。はい。あと、ごめんなさい。最後の質問なんですけれども、はい、そのゼーベック効果による発電、その自然界にたくさんある温度差による発電の開発について、ホームページに出ていらっしゃると思うんですけれども、はい、自然界にある温度差、あと、工場熱など、その人工での排熱と、いろんな可能性があるというふうに書かれてたと思うんですけれども、実際に実用化している例っていうのはあるんですか？もう実際それはもう実用されてたものはあります。あ、そうなんですか。はい、はい、それを改良したバージョンがありますので。はい、その商品で、はい、700度まで上げて、はい、蒸気でタービンを動かしてたっていう実績があるんですよ。はい、タービンでコストがかかりますので、はい、それをうちの商品をマッチングさせまして、はい、モジュールで要するに発展するっていう形に変わったんですよ。はい、発展に関しての化学反応で発展する、発展っていうのはもうすでに数年前から行われてました。ああ、そうだったんですね。はい、それはどこで実用化されてるというふうに記事にする場合は書いたらいいんでしょうか？そうですね、これはいいのかどうなのかちょっと悩むところがあるんですが、じゃあインターネットの動画切りましょうか。
じゃあ、で今から。